何してんの？何してんの？撮ってます。今日暑いやこれ。ねえ近いな。下手な。今日暑いわ。初めてなの。こう。今日から来た。こう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと遠くから。真剣に。誰が真剣にやねん。おい神戸のことは俺に聞け。まだ半年やねん。ノリがようやく長い期間を経て。ブラボー、頑張って。いや4ヶ月半今まで、どうする自分のために頑張ってきたんですけど、今日からはチームのために頑張るので一緒に頑張りましょう。お願いします。ちょっと改めてその怪我についていろいろ聞きたいんですけど、まずはじめに怪我ね、はい、うん、地元選手、まずはじめに怪我について教えてください。なんていう怪我ですか？大腿四頭筋断裂や、全治半年、もも前の筋肉の骨のくっついてるところがベッとなった感じ。アンドレスは大腿四頭筋この真ん中がベッてなって、筋肉と筋肉をこうつなげる、縫合する。俺は骨とこの筋肉をくっつけるっていう手術。似てるようでちょっと場所が違くて、ちょっと俺の方はちょっとややこしかったっていう。今シーズン J リーグの第3節は広島戦には出場してますが、実はもうプレシーズンの段階から怪我はしていたんですか？去年エスパルスに期限付き移籍してた最後の方に3週ぐらい、最終節3週前ぐらいに、まあ、1回ちょっとや怪我してて、まあ、それが十分に治ってなかった。だから、まあ、そのシーズン最初も別メニューで調節してたって感じで、で広島戦で復帰できたんですけど、またまあそこでちょっと違和感あったから検査したら、まあ、手術した方がいいんじゃないかっていう感じで、ドクターが言うことなんで、もうそこは受け入れました。手術はまあこの第五中足骨はしたことあるけど、でも第五中足骨でも2ヶ月とかで戻ったから、まあ、半年近い怪我 は初めてかなって感じですかね。手術の前後に SNS、はい、キャプテンとのやり取りはあったんですか？まあまあ一緒の手術やったから、まあやっぱ辛さは多分、うん、分かってはるから頑張れよっていうことは言ってくれたし、まあ手術終わって帰ってきても、ここはした方がいいとか、こういうトレーニングやった方がいいんちゃうみたいなアドバイスは結構くれたりするかな。まあ、それがまたイニエスタっていうね。手術した後はもうなんていうかな、この筋肉をこう伸ばしたらあかんから、太ももと体をこうもうずっと90度にしたまんまこう生活してたら、ほぼベッドの上状態。 ACL のプレーオフもあったし、手術帰ってきて2日後か、こう足こうやりながら見てました。病院でリハビリスタートしたということですけど、最初は何をされてたんですか？最初は少しずつ足を伸ばすところからスタート。退院してから息切れリハビリなどを始めるようになって、そう、一人でね、誰もおらん中、みんなタイ行って ACL 戦ってるのが一人で、ジムでちょっと体感したりとかやってたかな、最初の方は。その、まあでもメニューはトレーナーやドクターが決めてたんですか？そう、のメニューをひたすら毎日同じことを繰り返し繰り返し、ドクターとトレーナーと、病院の、理学療法士で、常にもう一心同体。公開練習をやったタイミングでピッチでリハビリをやってたり、はいはい、まあ、サポーターとフレアシーンとかもありましたけど、やっぱこう外に出て
まあ、サポーターと触れ合ったりするのもやっぱりこう気分というか、まあ確かにそれはある。スタジアムとかで、まあ、やっぱサポーターの応援とか声出せないですけど応援というか拍手とかを見て、ああやっぱピッチに戻りたいなっていう気持ちを湧き立ててくれたっていうか、また戻りたいなっていう気分に毎試合させてくれたなって感じしますね。ナイスペース、こっちを行きましょう。ナイスノリ、いや顔。いいね。いいとこ取ってね。言うてもリハビリ。9ヶ月してるみたいなもんやから、ね、言うて清水合わせた。なってからはなんかこう今までのリハビリとはまた違った、ようやくこうサッカーに近づいたようなリハビリのトレーニングができるようになったんで、そこからはなんか結構早く感じたっすね、みんなと練習するまで。そこからは苦じゃなくなったっすね。なんかこう見えてきたっていうか、やっと復帰できそうかなっていうぐらいまで来たから。さすがの藤本選手もネガティブになることとかありましたか？いや全くなくて、なんか逆にこうサッカーをなんか外から見て、今後の自分のキャリアにこの経験をしっかりこう生かしていきたいなと思ったから、ここで強くなってもっとこうキャリア、サッカー人生が伸びていけたらなって思いましたね。焦らずにもほんまにも一歩までは言わない、もう 0.5 歩ぐらいの気持ちでいけばいいかなって思って、まあ、リハビリをやったっすね。昔からですか、そのポジティブメンタリティっていうのは。どうなんかな、そうやったんかもしれないですね。ネガティブな、まあ、言葉とか、行動とかしてたらやっぱ子供に伝染するなっていうのはあるんで、まあ、やっぱ常にこういいことポジティブな言動行動は心がけてますね。結構見てるんで子供って。まあこの4ヶ月半はもう自分のために復帰するためにずっと頑張ってきてやってきたんですけど、まあこっからはしっかりチームのために、頑張りたいなって個人的には思うし、自分が頑張って結果を残していくことによって、まあ、タイトルとか取れたら、その自分の今までやってきたこの4ヶ月半のリハビリが報われるかなと思うんで、アンドレスがこううおーバーンで、あの金色の紙吹雪がパンおいみたいな、あれが一番やっぱ醍醐味というか最高の瞬間というかね、なんかやっぱ優勝したなっていう実感が湧くシーンかなっていうのもあるし、まあ、そこのピッチに立てるように頑張ります。
ここで神戸選手を投入します。藤本21試合ぶりの出場です。大怪我の手術からの復帰戦、武藤に代わって藤本。今日の武藤、佐藤さんの目にはどう映りましたか？はい、相手の早場に何度も飛び出すことによって、ね、ペースを作ることができたんですけど、なかなかシュートの形まで出なかったですよね、はい、ただまあそういう意味でも彼の背後の飛び出しはかなり京都の最終ラインにプレッシャーをかけたんでね、前半は失点先してしまいましたが、彼の動きから攻撃のスイッチが入ったと思います。藤本選手、はい、お疲れ様でした。です、まあ、今日はちょっと残念な結果に終わってしまいましたけど、まあ、約6ヶ月ぶりのピッチに立っていかがでしたか？いや、まあ僕が入った時の結果は、なしにしても観客の皆さんこう拍手で迎えてくれたことが、嬉しかったし、それがモチベーションになって走ることもできたし、プレーすることもできたんで、次は、点取って勝ってる姿を見せれるようにまたトレーニングからしっかりやっていきたいなと思います。下を向いても仕方ないんで、次の試合に向けて、しっかりいい準備をして、ホームが続くと思うんで、勝って皆さんに喜んでいただけるように僕も 100% 力出し切って勝ちたいと思います。